はい、ドブロギです。本日は、私のロッカーをまずは見ていただいて、この間書いたんですけど、なかなかいいロッカーになりました。ということで、ヒレオさんがですね、今隣にロッカー、これ多分ヒレオさんのやつなんですよ。黄色いから。黄色いこのマークがついて多分ヒレオさんなんですけど、ピンクになってます。ちょっとロッカーの中身見ていこうかなって思います。はい。ヒレオさん。え？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 何これ？すっきりしすぎだろ。てか首取れとるやん。体から。どこ行っちゃったの、ヒレオさん。これ脱いで。脱いでとか言っちゃダメ。てかなんか漫画みたいのついてんだけど。生かす押しとくか。ヒレオさんすごいね。うまいね。似てるものを感じるわ、これ。ここつながってかわいそうだよ、他の人。これ、レンジャンしちゃダメだよ。てかさ、ロッカーの色変えれるのいいな。俺また変えられないんだけど。ね。あ、てここのロッカーちっちゃい。俺のよりちっちゃい。でも俺ちっちゃい方が好きだな。みんなだんだん大きくなっちゃってる。でさ、これさ、作ったから、ヒレオさんに言っとくわ、じゃあ俺も。うなちゃんのロッカー変えたから見て、って。このロッカーはね、なんかなんとも言えないんだよ。面白いっちゃ面白い。でも、虫みたい、下の足が。ここ、あ、虫っぽくない？ヒレさん虫になっちゃった。他の人もね、面白いよね。普通に整理整頓されてて、なんか悪いもの見ちゃった？栄養ドリンクたくさん入ってる？これなんか、汚い。すごいな、キーくんすごいな、生かすしとこう、逆にね。でもね、みんなね、整理整頓されてますね。まあ、いいんじゃないでしょうか。みんな個性があっていいんじゃないでしょうか。